にちは。今少し、国境沿いのことについてお話をしたいと思うんですけれども、ハンガリーの国境があって、ウクライナに越えたところにはハンガリー系の住民の方々がたくさん住んでいるということです。でそこの地域っていうのは、ウクライナの中でも割と取り残された地域になっているそうで、もちろん難民としてハンガリー側に移動できた人たちはまだ、幸福といったら語弊がありますが、逃げられた人ということで今取り残されている人も一定数いるというふうに聞いています。で私たちはそこの取り残された人たちの状況がどうなっているのかもすごく気になっていまして、ハンガリー側から支援を届けようとしている団体もあるようなんですけれども、その辺のニーズというのも確認していきたいと思っています。